こんにちは。今日はステップからの攻撃、しっかり出入りをして攻撃ができるようになるためのトレーニング方法をご紹介いたします。僕もそうですが、キックボクシングを始める人で、よく空手上がりの人、空手出身の人が、結構多いと思います。空手とキックボクシングの、違い、まずそれは一番大きなのは距離感の違いです。空手では顔面へのパンチが禁止されている場合がほとんどですので、本当に近い距離で、体をぶつけます。近い距離でのパンチ、近い距離でのキック、その技術というのは本当に空手は高い技術を持っています。しかし逆に、顔面へのパンチへの対応が慣れてない人っていうのは本当全然できません。僕も本当そうです。フルコンタクト空手を10年以上やって、試合とかも出ていましたが、キックボクシングに転向してしばらくは本当に顔面のパンチ、距離感に慣れなくて、顔面のパンチ怖いっていうのもありますし、顔面のパンチをすごくもらっていました。なので、その出入りの仕方、それからガードの高さ、それをキープするために、練習がすごく必要になってくると思います。ということで、今日はしっかり相手との距離を取るための練習、攻撃する際にはやっぱり近くに寄らないと当たらない攻撃っていうのもありますし、近くに寄って攻撃した方が有効な場合が多いので、近くへ攻撃に行って元の距離へ戻る、その癖をつけるための練習をご紹介いたします。相手との距離感によって、自分のガードの高さの位置もしっかり変える必要が出てきます。まず空手だとこの距離で、ここでもハイキックをもらわない限りは、大丈夫です。パンチが顔がないので、逆にボディへの攻撃をしっかり受けれるように脇を締めて、このぐらいのガードの方がボディをしっかり守れると思います。ただキックボクシングになってくると、この距離でこうしていると肘ありルールだと肘をもらいますし、パンチもかなりもらうことになってしまいます。なのでこの距離だとここまで上げる必要があります。自分の顔をしっかりガードできるように脇を締めて、ボディもしっかり締めて、このガードの高さで戦う必要が出てきます。逆にこのぐらいノーマルの距離であると、ここまで上げなくてもある程度この高さで対応できるようにはなります。ジャブが来てもこの高さで対応します。で、もっと離れた場合はもうここでも、よっぽど相手のリーチがあって飛び道具がない限りはこの高さでも、まあ、安全なので、こうやってちょっとリラックスする距離でもあります。で、実際その出入りの距離、相手と戦う距離だと、まあ、このぐらいから入って攻撃して出てっていうのを、繰り返すようになってきます。試合やスパーリングの中ではこの出入りの動き、相手との距離を取りながら、戦う、これがすごく大事になってきます。はい。で、よくあるガードを高く保つための練習法として、こういうダンベルを持って、ダンベルが落ちないように高い位置で攻撃をシャドーする、こういう練習もあります。で、こうずっと持ってるので、ある程度時間が経つと、こう腕が疲れてこう下がってしまうっていうのを、まあ、防ぐための練習ですが、まあ、これだと、まあ、確かにこうキープするために、こう肩の筋肉とか腕の筋肉っていうのは、ちょっと強くなりますが、実際そのこうやって重りを持って構えている疲労感と、実際自分が何も持ってない状態で構えている疲労感っていうのは全然違います。ジャンルが違うものなので、根本的な解決にはならないと思います。実際こう上げているのが疲れてしまう人っていうのは、肩が上がってしまっていることが多いです。この状態、むちゃくちゃ力を入れてガードしている状態なので、疲れるというのが、見受けられますが、こう脇を締めて肘を胸の上に乗せるようにしていれば、実際ここの力っていうのは全然いらないです。これで
できます。これでも気をつけていないとガードが下がってしまうのは自分が攻撃をしているとき、その自分が攻撃をしているときっていうのは片側が空きますし、反対側も慣れていないと落ちがちです。攻撃をしているとき、この時が一番攻撃をもらいやすいので、攻撃をしているときにいかに攻撃をしていない側の手が顔の横にあるか、ガードをしているか、蹴っているときも振っている方と反対の手顔の横にあるか、振っている手も相手の攻撃に備えて前に伸ばせているか、下に落ちていないかというのを確認する必要があります。それからこの脇の間にタオルなどを挟んでシャドウする、これもすごく脇を締めてガードを高く保つにはいい練習ですが、これだと大きな動きをしてしまうとガードが上がっていても落ちてしまうので、全てをカバーすることはできません。特に蹴りに関してはもうこう振る予備動作で落ちてしまうことがあるので、これも全部カバーすることはできません。実際ですね、その距離感を取るっていうのは、マススパーリングなど、対人練習でしっかり距離感を感覚づけた方が、それが一番ベストなんですが、一人で自主練ですとか、ジムに練習相手がいない場合、一人でやるときに役に立つのが、またパンチの時も使いましたが、セラバンドです。今回に限っては、長いタイプのセラバンド、これがすごく便利になってきます。サンドバッグに引っ掛けます。巻くのではなく引っ掛けます。で、ある程度自分の顔と同じぐらいの高さで引っ掛けて、端を自分が構えた状態で握ります。この状態、これがすぐに攻撃を受けない距離になります。ここから入った時は近づいて攻撃をするわけですが、近づいた時はこのバンドが落ちます。近い距離で長い時間停滞しているとゴムが落ちてしまいます。なので、落ちないようになるべく高さをキープしたまま自分が動く、この距離感を測りながら動く練習ができます。ここから、パンチを打つ際も打ってすぐに戻るようにすればバンドは床に落ちることはなくて、引っかかった状態で、かつこの構えている状態も高く維持してないとバンドが落ちてしまうので、ガードも常に高くキープすることができるので、これ一石二鳥です。ガードの高さもキープできる練習なので、ここから動いて、この距離で動く、この距離で動くで練習をして戻る、自分が攻撃をしたら元の状態に戻る、もしくはこの距離でこの距離をキープしながら戦う、逆にこの出入りができていないと落ちてしまいます。そうですね、大体2秒とかそのぐらいここの近い距離でいるとバンド落ちてしまうので、高い位置を保ったまま戻って、打って戻って、ガードも高くキープします。なので、これ片側を打ってるとき片側を上げていないともっと落ちてしまうので、本当ガードも高くしていないと落ちますし、片側攻撃したときに片側も一緒に落ちていないか、ノーガードになっていないかっていうのを確認できます。反対打ったときは反対を引いて顎の横、反対打った時は顎の横、蹴った時も振っていない方の手は顔の横で高い位置をキープできます。蹴り足と同じ側の手もこのぐらいの高さにキープしないと中度落ちてしまうので、
ローキックを打つ時も高さをキープできます。ということでご紹介しましたが、最初にちょっと例としてあげましたダンベルのトレーニングとか、脇に挟むトレーニング、それからさっきのチューブを使ったトレーニング、こういうトレーニングっていうのは、自分でもできる、自分一人でできるトレーニングなので、一人でできるトレーニングっていうのは、ジムでやらなくてもできる、ジムに行かなくてもできるものなので、プロを目指している選手、それからアマチュアでも試合で勝つことを目指している選手っていうのは、お家でこういうのを自主的にやっておくといいと思います。ジムしかできないっていうのはもう対人練習、スパーリングとか、スパーリング、それからミットを持ってもらうなど、一人じゃできないことをジムでは優先的にやった方が効率がいいと思います。自分でカバーできる基礎的な練習、それから打ち込みですとか走り込み、フィジカルトレーニングっていうのは一人でもできるものなので、ジムにいない時間、そこで頑張るとライバルたちとの差がつくと思います。実際ジムで動いている時間よりもジム以外の過ごしている時間の方が圧倒的に長いので、そこでいかに相手と差をつけるか、ここで、結果っていうのは変わってくると思います。なので、ジムに行かない時間、どれだけ勝つことに執着して、試合のことを考えているか、どうやったら自分が強くなれるかっていうのを考えているか、その時間が長い人が成功すると思います。